玉川さんという人はテレビディレクターで出演者としては素人の人なんだなというのが素朴な印象ですね。俺が出演者ならあそこで電通という固有名詞は入れない。でこれ広告代理店が入ってますからね。でも十分言いたいことの意図は伝わるわけで、うん、わ玉川さんって素人さんなのねっていうのが正直なとこですね。要するに誰か演出者が入ってるということを言いたかって、当然そうですよね、演出者の代名詞で電通を入れたんで、うんうんうん、で多分あれだけの規模だから、はい、電通が入ってると本人は誤認してたんでしょうね、うんうん、事実で間違う人はダメなんです。意見に関してはどんだけ飛躍して、はい、むちゃくちゃなことを言っても、うんうん、それはありなんだけど、うん、ベースの事実間違ってると、うん、もうこれどうにもならない。あのね、政治評論家みんな知ってるんだよ、うん、演出が誰でスピーチライターが誰とかっていうのは、はいうん、なんでこの人は その程度のコメンテーターに対する取材もしなかったんだろうっていう気がする、うんうん。